受け付け中。やっほー、こんばんは。あ、もしかしたら嬉しい、やよちゃんとひいねじさんといのちゃん、ありがとう。申し込みますね。ありがとう。毎日頑張るミトス、空のウソップ、ペガサスイーグル、食パンさんさん、ありが結婚してありがとう。 S のアペアットマーク、ゆえさん、ゆえふさん、ありがクッキー、やっほー。今日からですね、お話し会が始まりました。申し込みが。で、私こう画像をまたちょっと作ろうと思うんですけど、今日もう早速画像を作ってくださってる方を何人か見かけて、すごく嬉しかったです。ありがとう。嬉しかった。近くかりワンバンコこんばんは。今日はお休みでしたよ、一日。今日はっていうか、しばらくお休みです。一週間くらいお休みなんじゃないかな、多分。お仕事が特にないので、しばらくお休みなので、ちょっと有効活用したいなと思いつつ、今日はね、たまに定期的に訪れる、何もただただ食べることしかできない一日で、何もしなかったけど、最後の最後で運動してきて、偉い私と思いながらこういう日はね、とことん甘やかそうと思い、大好きなマンゴーを買ってきました。うん、何話そうかね、楽しみだね。私も楽しみ、会えるの。そう、お稽古はないです。確かにお休みの日あんま元気ないね。いや別に元気ないつもりはないけど、確かに、なんか言われてみればお仕事ある日の方がなんかメリハリがあるからか活力がありますよね一日何もないと、なんか予定入れないとダメなタイプなんだね、多分。え、初めての話会来てくれー、インナキムチさん、来てください。待ってるよ。ノリアとマークエース、ありがお花。なるほどね、私はあれか、何か一つでもね、一つ予定入れないとあれなんかもしれないけど、予定入れたら入れたでめんどくさくなっちゃうんだよね、そういう日って。だから関係ないかもしれないけど、荒木重忠さん、ありがもも、ありが重忠さん、ありが重忠ごめんなさいね、呼び捨てにして。近くかぶれ、当たりますように、絶対当たるよ大丈夫、当たる。まあでもね、わかんないからね。もしたら急激に、私がお話しかように急激に人気になっちゃって、売り切れちゃうなんてことがね、あるかもしれないかな。そう、今回のお話し会をみんなでちょっと話そうと思って、なんか何か
ね。4月ないのか、多分あれだよね、4月まで関係ないか、あ関係あるか、4月あれか、坊ちゃんがあるんだ、坊ちゃんがあって出れないのか、関係あるか分かんないけど、もしかしたら坊ちゃんなくてもなかったかもしれないけど、ゆうやさんありがクッキー、はい、申し込みます。ありがとう。帽子似合うね。ありがとう。嬉しい。毎日かぶってる、この帽子。最近。7号館でまた2泊できますように。お、待ってるねん。あ、そうなんですか？お、どうしてもっていうなら言ってあげてもいいよ。どうしても。待ってるよ。マッサンさんありがとう。ハートありがとう。山田七海永遠の亀押さん。友達さんありがとう。マッサンありがとうさん。握手会の画像を今ね作ろうと思う。やった、来てくれるらしい。わさぴさんもありがクッキー、クッキービーン、みなぎさんありがハート。あのなんかさ、お話し会の部数が今回ありがたいことに増えたみたいなんですけども、やっぱりもうたくさんの方にね来ていただきたいなと思ったので、なんかちょっと施策を考えなきゃと思いまして、ちょっとなんかね考えようかなと思いつつ、なんかわかんないけど今回ね全体的にみんなね部数増えてるような気がするんだよね。みんなもう今回は目標があって1個だけでも1個だけ、1個の一部だけ、一部完売したいっていう目標がある。一部なんか一部でいいとか言うとちょっと偉そうだから、ちょっと今日本語考えてるんだけど、一部完売したい、一部以上って言ったら欲張りだから、まあ、一部だけでも完売したいんですけど、だからなんかどっかに集中攻撃みんなちょっと一部だけでいいから、ちょっと一緒に、あの興味ないなって人も本当一部一部一部
もう完売してみたいんですよね。ただのうだらのあれなんですけど、野望なの。もうなんかちょっと一部だけちょっとしたいので、うだらのお願い、あのみんなちょっとどこ行こうかなって決めてない方、一回だけでも行こうかなと思ってるけど、あの一回だけ行こうかなと思ってるけど、特にどこでもいいよっていう方をぜひここに来てくださいっていうのを一部ね一部、あのちょっと一部だけでも完売してみたいんですよ。あのわがままなんですけど、っていうお願いがありまして、皆さんどうでしょうか。ヒニシとブーは考えたんですけど、今回誕生日近いんですよね。そう、誕生日が、まあ、近いって言っても、まあ、10日くらい経てるんですけど、まあ、17とかにあるんで、まあ、そこら辺か考えてるんですけど、食べたうまー、そう、なんかみんな目標です。なんか前回は完売まではしなかったのかな、だから前回よりはちょっと成長したんだぞっていう数字を少しちょっとだけ残したいなっていう、あの申し訳ないというかお願いなんですけど、なのでなんかどこ行こうかなって悩んでる方は ぜひここに来てほしいなっていうのを言うので、あのそこに、そこもうなんかそこあ、じゃあそこにしようかなくらいで本当にいいのでいいね、お願いしたいんですけど、アプロンが美味しかったぜ。でも今なんか皆さん的にはどこがいいのかなとかありますか。今私的には7月17のでも本当はサイン会の方がいいですよね。皆さんサイン会の方がいいですよね。多分ワンショット写真会はあれですかね、ワンショット写真会よりサイン会の方がいいですか。今回のブス割り8ないの、単独じゃなくて、それ逆やない、兼任してんの。そうなんだ、まあ別に私はもうしょうがない、どっちでもいいですけど。そうなんだ、ちょっとなんかあれだね、今までの負け方と違うからびっくりしちゃうね。サインがいいよね。分かった、じゃあ7月17日のちょっと1部は朝が早いよっていう方がいるかもしれないから、2部はどうですか。ちなみにこれファンの方が作ってくれた画像、もう保存してるよ全部、ほらありがとう。どう、7月17の2部、誕生日の次だからちょっと宇多田にちょっと誕生日プレゼントということで、7月17日の2部ぜひ、あのもっと他にもたくさん来てくれるのが一番嬉しいんですけど、ちょっと1回しか行かないよって方とか、ぜひここ予定なかったらこちらどうでしょうか。皆様こちらの2部はどうでしょうか、あのどうでしょうか、こちらどうでしょうか。そう、20歳最初の2つがりですね。どうでしょうか、こちらあの激推しなんですけども、こちらの部とかどうでしょうか。
いいですか、こちらの部とかで。本当予約入れてくれてのありがとう、すのさんありがとう。本当じゃあまあちょっとあんまなんかそうですね、まあ完売って言い方ちょっとなんかやだな、なんかちょっとビジネスチックだもんね。まあぎゅうぎゅうなおしくらまんじゅうにしたいので、この部をこの7月10特に、まあほら本当たくさんたくさんいっぱいね、もう有名店みたいなくらい満員になりたいんですけども、特にこの7月17日の2部を満員に、もうおしくらまんじゅうレベルで満員にしたいので、ぜひね、どこ行こうかな、どの日に行こうかなって悩んでる方とかは、ぜひこの日のここに来てくれたら嬉しいです。でちょっとそうですね、せっかく来てくれる誕生日だから、どうだろう、まあ誕生日だから何かしたいよね。ちょ画像作りたいな、画像。うわ、そうだ、お母さんに聞かないで、お母さんよくれ、ちょっと待って、一瞬そうだ思い出したわ、ちょっとお母さんに頼まないといけないことがあったんだ、ちょっと待ってね、待ってね、ちょっと待ってね、お母さんに、よいしょ、ぜひこんばんは、ぼーっとしてる時間を与え、かっこいい、かっこいいサイン会だから、なんかせっかくだから、わかった、あ、わかった、なんかスタンプ作ろっかな、スタンプ、せっかく来てくれた方に。でもサイン当たった方しか、まあダメか、まあでもまあそれはしょうがないよね、それはしょうがないか、でもサイン当たった方には、え、なんかスタンプよくね、スタンプよくね、スタンプ、なんかさもうちょっと当たらない方もいらっしゃるから、しょうがもうちょっと残念だよって方いるかもしれないけど、もう申し込んでやる、本当ね、二十歳になってるの想像つかないわ、うん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 、まああれか、うん、まあでも一旦どちらにしろちょっと、まあただハスカが激推しなのは2022年7月17日のサイン会の2部だよってことを決めれたんで、まあ一旦目標、今日の一つの目標クリアですね。イエーイ、クリア。ふう、サインめっちゃ書いてくるから最高、やっと喜んでもらえて嬉しい。また CG 宇佐川に送るんですか、やだ、聞いてくださいよぜひ。発売って結構先ですよね、5月とかですよね、そう、お酒確か NG だった気がする。イラストは全然描きますよ、そんな感じかな。今日めっちゃ塩大福食べたかった。そう、全部完売とかさ、すごいよね。完売するだけでも私夢の夢なんですけど、夢の夢だけど、全部完売してらっしゃる方とかさ、本当にすごいよね。
なんかこれベレー帽みたいだけどベレー帽じゃないんですよ。ね、申し込み難しいよね。申し込み難しいよね。なんかそうだね、なんか申し込み私もちゃんと理解できてない部分があるから理解しないといけないですね。今回熱多いよね。ちなみに私は6月の11日と7月の17、18と30、31でも結構連続が多いな。8月の21ですね。あとはうん、そうだね。ベレー帽かわいい。ベレー帽チームメイトツアー名古屋アリーナライブ。おお、どうした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 。直樹さんありがとう。クッキーにーこんばんは、こんばんは。今日は皆さん夜ご飯は何をお食べになりましたか。何をお食べになりましたか。いつもみんなと何の話をしているの。結構けど、あでも結構コンサートの感想とか、何の話をしてますか。世間話とか感謝とか感謝の気持ちを伝えたり、昨日の残りのカレー、カレーはね一日置いたら美味しいよねちょっと終わったばかりでまだ食べていない。あら、早く食べないと。早く食べな。終わったばかりか、お疲れ様。野菜炒め多いですね。唐揚げ多いな。赤飯と寄せ鍋を作っておる。いいな。美味しそう。寄せ鍋、赤飯いいな。牛丼、牛丼美味しいですね。これ牛丼はあれですか、自分で作ったんですか、それとも松屋吉野家好きや。いや、ちゃうな、なんだっけ、あの名前忘れてた。まあまあまあ、そうですね、確かに最初はジョーマイラブのね感想ですね。ウドさんありがとう。鶏のトマト煮はうまそう。それチーズかけたら絶対美味しいやん。もっとチーズかけないとも美味しいだろうけど。3回目のワクチン打って食欲ナッシング、ナッシン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 、ヘイWhat's up? Come on, let's eat all night. 今日まだ勉強してないんだよね。朝、本当いつも朝起きてさ、ご飯食べた後にするんだけどさ、今日ほんまに何もでやる気でない日だったから、してないんですよ。やんないといけない。でもせっかく今のところ毎日ずっと勉強続けてるのに、今日で途切らさせるのは悲しいから、ちょっとでもやらないと。1ページでもやらないと。髪切ってないですよ。確かに切ったように見えますね。鶏ももともやしプラスしめじを焼肉のタレでゆっくり焼いただけ。美味しそう。いいね。鶏もも美味しいよね。でも鶏もも肉って高いよね。なんか胸肉ばっか買ってるとさ、もも肉高ってなる。うどさんありがとう。あとかったウイルス君。ちちち。お話が翌月までないのは長いけど、それまでジョンブライブ見に行きます。ぜひぜひ見に来てください。レトルトの牛丼いいじゃん。レトルトの牛丼なんてあるんだ。食べたことないや。カレーしか食べたことない。ちょっとウドさんハートありがとう。ナオキさんもありがとう。最近すっぴんで
リップだけ塗って配信とかしすぎて、な自分のすっぴんの顔も慣れてきたし、なんか抵抗がなくなってきてしまった。ダメだこんなアイドルとして失格と思いながらメイクするのがめんどくさーって、配信するのに配信しない、おわメイクするのめんどく、配信しないかメイクするのめんどくさーってなっちゃったし、しちゃうすっぴんでしちゃう。ジョンマイラブ見てなかったらバレそう。まあ別に大丈夫でござる。トークの応援なんさ、いつもありがとう。こちらこそありがとう、ありがとう。なんかニキビちょっと良くなってきた。一回ここにダブルニキビできそうになって、この4日前くらい。なんかこう化粧水塗ってる時にさ、わかるじゃないですか、あやばいできそうここみたいな。ちょうどこことここにできそうで、でこここっち側は薬塗ってたらあんま大きくならずに終わって、こっちもめちゃくちゃ大きくなりそうだなって思ってたけど、ちょっとチュッピッってなって終わった。危なかったそろそろ行かないといけない。そうだね、キスバイエイトも私さ出るんだ。すっかり忘れてた。ジョン・マイ・ラブで頭いっぱいすぎて忘れてた。え、やばくね私出れるの。え、あ心配になってきた。心配。では楽しみ。私の得意料理は最近は鶏の胸肉の大葉の肉団子。こんばんは。ピチピチ感があっていい。お話し会もすっぴんお願いしたい。え、なんかさ、すっぴんなやってる人いたよね、すっぴんでお話し会みたいな。なんかでもそれもさ面白そうじゃない。逆にすっぴんでやりますこの日って言ったらなんか来たくなる。そんなことない、そんなことないですかどう、みんなはどう思う、すっぴんでやりますって逆に。え、私でも言ってそんなすっぴん自信ある方じゃないんだよな。なんか罰ゲームみたいだな、罰ゲームみたいだね。なんか自ら進んで罰ゲームしてる感あるけど、あんま需要なかったらやるのは悲しくなるから、でも需要があるなら全然やっちゃう、全然やっちゃうけどなんか一日一日なんか考えたいよね。すっぴんでも可愛い、みのちゃんも可愛いよ。女の子はみんな可愛い、男性もみんな可愛い。キャンメイク東京こんばんは。同じ場所繰り返す、なんか同じ場所、なんかずっと同じ場所、ピンポイントで同じ場所じゃないけど範囲的には同じだね。こことここだもん、ほっぺとほっぺ。あのね、マスクなども、マスクもあると思う、こうマスクが擦れるから、ここで擦れるじゃん、ここで擦れるから、ちょうどマスクが擦れるところにニキビができてる。こんなニキビひどくなったの、コロナが流行ってマスクつけるようになってからなんですよね。ニキビ悩んで病院とか行くようになったの。だからマスクのせいなと思うんだよね。原因マスクかもしれない、ワンちゃん。すっぴんだと上さんに怒られない。いや、怒られないと思いますよ。あ、確かに全部すっぴんじゃなくて一部だけとか。でもね、大体つながってるよね、私1,2,3 とか4,5,6 とかだよね。この部だけすっぴんってしても結局その間でメイクができない可能性があるんだよな。そう、まあでもアイラインとマスカラだけピッパンピッポンってやればいけるか。一部だけやってみようかな、試しに。面白い、やってみたい他なんかやってみたいやつとかありますか、お話し会で。なんかこんなアイドルがこんなお話し会やってたら行きたいなみたいな、ありますか。手抜きに思われる、いや絶対思われないと思うよ。もう一応聞いてみるけど怒られないだからでも基本 AKB48 って好きにやってくださいって感じ、握手会とかメイクとかもしなくても、あのメイクも自由だからね。基本お話し会の時は自分でしてください。なんかパジャマ、パジャマ、この日はパジャマで、なんとこの部はすっぴんでやります。
画像加工苦手だな。できるかな。なんかあとみんながあ、待って、ひらめいちゃったんですけど、ちょっと待って、宇多田の手抜き料理のメニューを教える部を作ろうかな。誰が来るねん。宇多田の手抜き料理メニューを、この部来てくれた方やりますんで教えてあげます。誰が来るねん。誰が来るね。絶対一度は好きっていうルールにしてみて。それは無理やな。それは無理やな。加工難しいよね。あの夢見るの制服着るとかはあり、あり。あ、待って、ちょっと運営さんに断り入れてみるけど、この部は YouTube の撮影をするので、 YouTube を通して何か伝えたいことがある方はぜひ来てくださいっていう部でも作ってみようかな。なんか、まあ、私はお父さんだけど、ちょっと YouTube 撮るよ、この日この部は YouTube 撮るよっていう、この日は YouTube 撮るよって日作ってみようかな。夢見るのを格好して。でもどうなんだろう、どう思う。大体思いつきで私発言してるから、ちょ、客観視してないからな、自分のこと。今自分が言ってるのがどのくらいあれなのかしょうがないけど、待機中にメイクするとね、暇だからね、メイク濃くなってくよね。こんばんは。パーソナルカラー診断、パーソナルカラー診断資格持ってるわけじゃないからさ。名古屋在住です。おお、愛知県じゃないですか。すごいお腹が頑張って消費してくれてるご飯を。もう蜂蜜もアミちゃん全部飲めちゃったよ。そうだよね、お話し会の裏側見たいよね。そうだ、思い出した。わあ、50巻とかね、ありがとう。今日何しよっかな、この後。もう10時になる、早く寝ないといけない。歌の裏を一個教える、ないもん、話すこと。裏なんてないっす、そんな。裏なんてないよ、話す。何を話すねん。歌の話か言ったら、ミスとカレちゃん出てくるファン方への時計や、ちょっと。怒られそうだな、それこそ怒られそうやな。ファンの方が優しかったらいいけど。お話し会話すネタがないけど申し込みして大丈夫？いいよ。なやちゃんさん、何話そうかな、何するかな、待ってるね。まあ真顔で見つめ合って終わるのもあれじゃないでしょうか、とかって。
ペット同伴お話がいいですね。あら、そちらのきなこちゃんでございますか。とても可愛いしまけんで、ね、その眉のマロがとてもいいですわね。おほほ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 。あらきちげたださん、リガハート。ブラーカーくらい持ってるだろう。あ、でも小学校の時に初めてツイッターを作ったんですよ。一個だけつぶやいたことがあって、何つぶやいたかな、一個だけつぶやいたの。それが本当につまらないやつで、つまらすぎてもらえるツイートを一つだけつぶやいたのを覚えてます。なんかね、森のくまさんの歌詞を、なんかね、森のくまさんについてねツイートしたんだよ、一個だけ。なんだのつまらなく、小学校の時に、小学校じゃないの、中学か、いや中1かな。だからお姉ちゃんの、お姉ちゃんが作ったアカウント、お姉ちゃんが作ったアカウントに一個だけつぶやいたんですよ。それがね、森のくまさんなんちゃらこんちゃらみたいな。その時はめっちゃ面白いと思ってつぶやいたんだけど、まあね、それしかつぶやいてないから、まあフォローされてるもん全くないし、自分もフォローしてたのはヒカキンさんくらいだったかな、その時ヒカキンさんが大好きだった小学生時代だから、だからそんくらいだったから、それで終わってんだけど、そのアカウントもうパスワードとかも全く覚えてないから、もうログインできないんだけど。そうっていうのがあって、懐かしい、何つぶやいたか思い出したいな。ノープラン、イエスノープラン、オッケー。あー、確かにそれありっちゃあり。画面越しのエアアクションそれみんな嬉しい、これやってもらって嬉しいですか、嬉しいなら。みぞさん、ありがとう。それフォローする、ちょっとなんてすべてかな。ある日森のくまさん関係だったことしか覚えてないんだよな。あ、パピとポコちゃんもお話し会に連れてきたいね。お嬢さんを逃げなさいって、なぜ逃げろって言ったんだろうね。ね、なんで逃げろって言ったんだろうね。悪い、あれかな、クマさんは自分の本能と理性が戦って、人間を見た時に自分の本能に抗えない自分がいることに気がついて、このままお嬢さんが逃げないと僕はお嬢さんを食べてしまうから、お嬢さん逃げなさいって言ったとか自分の本能に逆らえない自分がと、自分のその理性で最後にお嬢さんを逃げなさいって言ったっていう歌だったりして。竹初子の夢叶えたいさ、これ何ですか、ハート、ハートのなんかポップコーンみたいなやつありがとう、たくさんありがとう。そうぜひワンちゃんとか猫ちゃん飼ってる方見せてください、ぜひ合わせてください、ワンちゃんと猫ちゃん、鳥さんでもイモリでもヤモリでもヘビでも何でも、自分の家族ぜひ紹介してください。こんばんは、待って、やばい、10時、ちょっと待って、メールを、ちょっとだけ自撮りをさせていただきます
からお腹がめっちゃ鳴るんですけど、消化してますね、頑張って。消化してます、お腹が。なんで？メールがバグってる。待って、お腹が消化すごい音がする。ギューゴロギューゴロ言ってます。ギューゴロギューゴロギューゴロロロロロロギューゴロゴロ。オッケー、まあいいや。ということで、うるさん、ありがハートお腹がゴーゴー。お話から歌を注文すれば歌ってくれますか。まあ基本いいですよ。ひえりさん、ありがハート。セブンイレブンに果物のスムージーみたいな本当の果物が入ってて、スムージーするみたいなの売ってるの知ってますか。食べたことある人いますか。今日そのセブンイレブンのマンゴーを買いに行ったら置いてあってさ、あ、これ見たことあると思ったけど、300円はしないんだけど280円くらいしたからちょっとやめたんだけど、美味しそうだった。結構種類いっぱいあったし。飲んだことある人いないかな。え、高いんですよ。そう、まあスタバとか行くのと同じくらいかな。ちょっと健康にいいって感じ、それよりは。じゃあお話し会の前にトリミングに出しておきます。あ、ほんとだ、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ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 、うちのパピちゃんもいつもモサモサしてるので、モサモサしてるワンちゃんや猫ちゃんも好きでございますので安心してください。セブンでバイトしてるのに知らない。あら、そうなの。なんか店舗であるないのあるかもね、もしかしたら。セブンの冷凍オクラ、今普通のオクラならあるよ。コンビニ高そうだからあんまり行かない。コンビニはね、高いよ。コンビニは高いから私もご飯とかは買ったりしないんだけど、あんまり。ちょっとセブンイレブンの冷凍マンゴーだけはどうしても大好きすぎて買ってきた。鼻かゆい。ま、もう私セブンイレブンの冷凍マンゴーはもうね、魔王先生ネギマのお稽古期間で初めて食べて、確か。美味しさに感動して毎日食べてたんですよだからもう4年くらい、4年目くらい、ファン歴4年目くらい。マンゴーは、セブンイレブンの冷凍マンゴーめっちゃ美味しいよね。なと思ったのは、コンビニスイーツって高いけど、なんかカフェとか行くの考えたらちょっと安いじゃないですか。だからこう気軽にそういうスイーツを食べれるのがコンビニのいいとこですよね。そう、かわいい発芽、ありがとう。セブンのスイーツ美味しいよね。あ、もうスイーツでもあんまマンゴーばっか買っちゃう。冷凍ハッツはどこに売ってますか。いや、ちょっとそれは知らないですね。ちょっと怖いですね。荒木重忠さん、ありがとう。一世の卵、卵、卵ち。あ、終わりにしよう急に急に、もう30分経っちゃった。13位しゅんごさん、しゅんごさんありがとうございます。12位おかっきーさん、おかっきーさんありがとうございます。11位すーさん、すーさんありがとうございます。10位どやりんちゃさん、どやりんちゃさんありがとうございます。9位ちまさん、ちまさんありがとうございます。8位なおきさん、なおきさんありがとうございます。7位すのーさん、すのーさんありがとうございます。6位ひいらぎさん、ひいらぎさんありがとうございます。5位
遠くの応援団さん、遠くの応援団さん、ありがとうございます。よーい、ノリアとマーク UF さん、ノリーさん、ありがとうございます。3位、あ、でも3位、わさっぴさん、わさっぴさん、ありがとうございます。2位、エースのワンペアとマーク UF さん、エースのワンペアさん、ありがとうございます。そして1位は竹初花の夢叶えたいさん、竹さん、ありがとう。竹さん、ありがとうございます。1位おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。だからコンビニエンスって言うんだって。あ、そういうことね、便利って意味ね。そうだね、便利よね、24時間営業だし。配信お疲れ様、ありがとう。そうね、お話し会の作戦、明日の1時まで、第1次受付は一旦、そうだね、一旦ちゃんとはっきり決めたのは、あの7月17日のサイン会の2部をぜひ迷ってる方はここに来てくれたら嬉しいよっていうことです。いや、今日は見てくれてありがとうございました。明日の予定は決めてはあるかないかと言われたら、はい、そうですね、明日の予定、そうですね、目標は今日は全然何も動けない一日だったので、明日はちょっとたくさん動きたいなと思ってます。今日たくさん食べちゃった。なんか食べてるもんはリンゴとか大根とかなんだけど、たくさん食べちゃった。ヨーグルトとか、あと蜂蜜の飴ちゃん全部食べちゃった。もう変わんない、美味しかったから、美味しかったから、この手元に置いちゃうとずっと食べちゃうから、もう買わないよ美味しいから。台本覚えた、大体は覚えた。もうちょっと次の稽古がちょっとしばらく後になっちゃうけど、次の稽古までにしっかり完璧にいきたいと思う。そんな感じかな。今日も見てくれてありがとうね、みんな。明日の配信の時間でも決めとこうか。目かゆ。待って。わかった。わかった。みんなわかった。ちょっと一瞬配信もう終わるから、もう飽きた方は消しちゃってください。わかった。もう明日の配信時間を決めて、明日を活動的にするんで、今活動的に動かなければ、明日は活動的に動くことは可能ではない。ということで、明日の予定を今日ここで立ててから終わろう。で、明日この時間に配信をするよとみんなに先に言うことで、私は明日頑張れる頑張れる。明日は3月の11日でしょ。で、明日この時間にこれをしないといけないみたいな確定された予定は全くございませんので、明日は金曜日か、金曜日、確定された予定はございませんので、はい、はあ、川の流れのように音を走る、入試までもう1ヶ月だったか。お話し会でメンバーに自慢話したらマウント取ってきたって思われちゃうかな。いや、どうなんでしょうかね。思わないんじゃないですか。すごいなって思うと思いますよ。内容によるけど、別に、うわ、なんやねんこいつとか、なんないんじゃないかな。どうなんですか。お稽古ね、少ないかな、基本的に。結構、愛媛行って、
怒涛の愛媛って感じだから、ちょっと心配っちゃ心配か。明日はまず7時に起きます。7時に起きて、ほんね、パンパンピーパープーサーパーパーポーピーポーパーパー、わかった。やつか、みんなの自慢話聞くの大好きだから、どんどんしてほしい。私、ファンの方が普段自分のこと話さないじゃないですか。だからファンの方が、実はこういうことやってるんだよねとか聞くのめっちゃ好き。すごい好きだよ。あ、頑張ってお腹が消費してくれてる。音がする。愛媛初めてなんですよね。だからぜひしてほしいです。じゃあ明日は今から寝たら7時、私は7時間半は寝たい人間だから11時半に寝ると考えて、まあ寝れるな、まだいけるな、いけますね。でも6時頑張って、6時に起きたいような気もするな。でも6時やな、やっぱ7時くらいがうたらにはちょうど良さそうなんですよね。本当にいい報告するために頑張ってる？嬉しい。頑張れ頑張れ。俺カツラなんだぜ。マジか。星。マジ。M A。J J Y J J I の星とか。あ、絶対でもいいけど。K A 星。マジか。おじさまの自慢話はきつくないか。でもさ、まあ、言っちゃえばこうアイドルじゃないですか私、まあ、なかなかね、まあ、確かにこう身近な人とかに、俺年収1億なんぜみたいなちょっと自慢をしてたら、相手によってとか言い方によってはそのマイナスに捉えられてしまうかもしれないけど、だからこそね、こういうまあ私とかね、こう実生活、実生活でこう、私って実生活で、なんだろう、会社でとかに影響がない人間じゃないですか。そういう人にした方、して、でもしたいじゃないですか、自慢ってね。自慢ってしたいじゃないですか。そう、人間誰しも自慢したいじゃないですか。だからこういう私とかそういう人に自慢するのがいいんじゃないですか、一番。そう、こういう、なんか、だから友達とかにしすぎちゃうとね。確かに相手でもいると思うんだけど、うん、あれだな、言えないなって多分我慢してる方とかは、じゃあ逆にぜひ宇多田に自慢しまくってください。私は特に何も思わん、なんかおすげえって終わるので、いつも普段自慢したいけどちょっと疑われるの嫌だから言えてないんだぜみたいな自慢話などある方は、じゃあぜひ私に自慢してください。はい、自慢したい、自慢待ってます。こんばんは、こんばんは。大人になりましたか？大人になった環境維持してる？大人になった環境。 I am adult。 大人だぜ。ぜひ自慢してください。じゃあ私の自慢したいことなんだろうな。でも私すごくダサいんですよ、自慢したいことが。めっちゃダサいなと思うのは、自分じゃなくて友達とか、私の友達がねめっちゃ絵うまいんだよっていう自慢なのよ。なんかダサくないですか、自分じゃないんかいみたいな。だから自分が今したい自慢とか、ほんと自分の友達がめっちゃ絵がうまいとか、そんな感じ。今の自分の自慢したいこと、ちょっとだから自分じゃないんかいって感じ。そう、でもなんかさ、友達とかでさ、そういう誇らしいなって思うことがあったら言いたくなりません？私の友達がね今こうなんだよ、なんだよみたいな言いたくなっちゃう。そうだから、たまん、そうですね、事故じゃなくて他人です。でもそんな素晴らしい方と友達な自分
嬉しいぜみたいな気持ちがある人間なんですよね。私はそういう人間です。俺はそういう人間だ。だから自分に自慢できることを増やしたいですね。私もみんなが私に報告、嬉しい報告するぞって頑張ってくれてるみたいに、ただもみんなに嬉しい報告するぞって頑張りたい、はい、と思います。嬉しい宇多田自慢の推しって言ってもらえないと嬉しいけど、まだまだなんで、ちょっと宇多田ちょっとね音楽番組に出るんだよとか、私音楽番組出るんだよとか、さみんなに自慢できるように頑張りますわ。そう頑張る、頑張りますね頑張る。ギター買ってないんですよ、まだ。買いたいんですけどまだ買えてないんでございますもん俺の推しクレオパトラなんだぜ、それすごいな、それすごいな、確かにそれはいいね、言い方次第で人間。おいおい、俺の推し今度松山で舞台に出るんだ、光って言うんだぜ。あ、そっちかーい、そっちかーい。いやでもなんかね、今の自分はさ AKB48 っていうメンバーでしかないじゃないですか。 AKB48 なんか AKB48 ならねすごいねって言っていただけることすごいたくさんあるんですよ。え、ほんとそんなグループにいられるんだ、すごいねで、それってでもさめちゃめちゃすごいありがたいことじゃないですか。あ、 AKB48 って、その度に、あ、 AKB48 って本当にそんな大きなグループでそんなすごいグループにいるんだって、そういう風に言われるたびに思うけど、それってさ AKB48 にいることはもう褒められたけど、それが私じゃなくても、私じゃないメンバーだとしてもそれってすごいことだし、なんかね、じゃあ宇多田ハツカちゃん、じゃあそこにいて何してるのって言われたら、もうね、何も答えられない自分がいるから、なんか AKB48 に所属している子だよねってなっちゃうじゃないですか、今の自分ってね。もうその AKB48 っていうとても素敵なこのどでかいお名前があるから AKB48 でも AKB48 の子だよねってなっちゃうわけですよ、こういろんなお仕事の現場とか行くとね。だから AKB48 だからもうちょっとなんかちょっと自分頑張らないとなってすごい最近思います。そう、もう6年目になるんですよ、やばいですよね。2016年か言うの、2000、あ、もう6年経つんだ。え、7年目になるの、あ、7年目になりますね、6月で。やばいですねやばくないですか、いや、やばくないですか、え、やば、やばいですね。やっぱり小学校卒業か、やばいですね。黒似合う、やった、嬉しい、やばいですね。なんか7年、私は何をしてたんですかね、申し訳なくなっちゃうね、やばいですね自分は。なんか自分なりに考えてきたつもりでも、罰も入るじゃないし、辛いぜ、辛くない、辛くない、辛いぜ。もう自分の積み重ねの7年ですから、もうこれはもうね、もうしょうがない、これからを見るしかないこれからは。でもなんかもっと7年とか経っちゃうとさ、アイドルとして怖いのってさ、あれですよね、なんかもうハッツはダメだろって思われちゃったら、もうもう思ってる人もいらっしゃるかもしれないけど、もう私に期待はされてないんだろうなとか、なんか、まあ、なってる方もいると思うけど、こうやって今まだね、いや、ハッツなんでできるよって言ってくれる人がまあいるということで、いらっしゃるということで、ありがたいことに、もうね頑張るしかないですね、そしたらね、はい。
そうですね、なんか諦めないでいこうと思います。そうそうなんですよ、7年でクレオパトラになっちゃいましたクレオパトラになっちゃいました。 S のアンペアとマーク S さん、いつもありがとう、ありがとう、ありがとうございます。まあでも宇多田はまだピチピチの若い人間だと思ってるんで、自分のことまだまだ、もちろんまだ7年って感じですねまだ7年って感じ、まだからといってなんだろうな、うん、まだ7年、はい、まだ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 です、まだまだ技術はちゃんと磨きつつ、ピチピチな心は忘れずに、初心は忘れずに、諦めたらそこで試合終了ということでね。ということで、全然計画が進んでません。書いてる計画が、これを書いたら終わるって言って全然進んでありません、全然進んでありませんね、はい、全然進んでない。そうなんですよ、これだっていう武器でも、みんなはさ、自分がさ、これだと思う武器は何ですか、みんなのなんかありますか。私は7年かけても漠然とした特技とか見つけれたけど、例えばこれだっていうのはないんですよ。なんかアイドルってね、いろいろなこう人気があるねって言われるメンバーさんっていろいろな傾向があって、何か一つ捨てて飛び抜き急にバンっていった方もいれば、ゆっくり積み重ねていった方もいたり、何もかもこうバランスがよく往々にいった方とかがいて、本当何がねあれなのか本当わかりませんよね。そうだから難しいですよね。でもまあ正直ね、こう7年やってきて今自分の状況を見る限り、こう王道な道とかはまあ正直もう今の自分だと多分ダメなんで、もう無理やなっていうのは気づいてるわけですよ。なんか今こうこのスペースでダンスとか歌とか頑張って、もう多分このペースじゃダメだろうなと思うから、何かをちゃんと積み重ねて自信にしないといけないですしね。うん、でもなんか難しいですね。そう、本当ね。でもそうですね、一つ、うん、そうですね、運営さんに目立つ活動、そうですよね、運営さんねまあそうですね、そうですね、まあいろいろあると思いますけど、いろいろあると思いますけど、まあそうですね、まあでもそろそろ見つけてないとおかしくはない、もう見つけてないとですよね、でも分かってますけど、そうすごいなと思いますよ。だからこうなんか今夢を見つけて卒業されるメンバーも本当すごいと思う。なんか自分もね考えないといけないわいろいろ。明日は散歩に行く、朝起きて、で散歩行く前にゆで卵食べる。バラエティめっちゃ出たいんですよ、スタッフさんに頼んバラエティ出たいんですって言ってあるんですけど、まあなかなか今バラエティ出るメンバーの方も少なくて、もしバラエティがあったとしても宇多田が選ばれるメンバーの中になかなか入れてないのが、そうバラエティ番組めっちゃ出たいんですけど、なかなかね必要とされてない自分がまだいるので、どうやったら必要とされるかとかも考えないといけないですよね。そういう出たいならね、難しいですね。でもまたIKB48も新番組ができるということなので、呼んでいただけるように頑張ろうと思います。そうバッチコ多いもね、私まだこう呼びたいって多分なってなくて、まあ一回も出演したことがないから、ちょっとバッチコに出てほしいなと思ってもらえるようにね、もう私がなんか言ってもこうバッチコに出てほしいなって思う。
思ってもらえるより何か頑張りたいと思います。いろいろ考えるとゲボが出そうになる。いろいろ考えてて、ドロドロドロってもうダメだ。明日また朝ごはん食べながら配信していいですか？ご飯ばっか食べてる最近。配信。また朝ごはんを食べながら配信していいですか？勝手にバチコイの宣伝したりは言われるんじゃない？そうだよね。明日は7時45分から配信します。7時45分から配信します。朝の7時45分から配信します。朝ごはんを食べながら朝みんなとみんながこの宇多田ハツコを見て宇多田ハツコを見てフレッシュな気持ちになるメンバーファンの方はいるのでしょうか分かりませんが、すがすがしい朝を迎えていただきたいと思います。バッチコでユニフォーム試食できてたらそのうち呼ばれる。バッチコーイか、バッチコーイ、バッチコーイ、バッチコーイ。バッチコーイ、バッチコーイ。なりますか AKB48 ってた新しい番組は私もまだ1ミリも知らないんですよ。1ミリも知らないんですよ。野球に詳しいメンバーあみんなほんまに申し訳ないんですけど、私野球のルール全く分からないんです。野球のルール全く分からなくてほんまに申し訳ないんですけど、野球のどうやって点数取るのかくるくる回ってることしか分かんないですよね。サッカーも手で触っちゃいけないっていうのと頭と足で蹴るってことしか分からないですよね。お腹が鳴った。お、おやすみなさい。やばい、計画食べて早く寝ないと。もう早く寝ないと無理。あ、10時29分やべ。で、配信で朝ごはんを食べました。そしたらこの時間はお勉強をするでしょう。で、この時間を勉強してお片付け、お片付け、お片付け。もうすぐ卓球の時代が来るの？そう、毎日散歩、毎日じゃない、散歩は、朝の散歩は、なんか
朝の散歩は炭水化物じゃないタンパク質を取ってからお散歩しないと筋肉が使われちゃって筋肉がなくなっちゃうって聞いたから、タンパク質を摂取してから散歩しなきゃいけないっていうのを考えたらちょっとめんどくさくなっちゃって最近してないんだけど、タンパク質を本当はプロテインで取ろうか悩んでて、そうでもプロテインが高いし、お母さんはプロテインは買わないでご飯でタンパク質を取ればいいじゃないって言ってくるから、プロテインはやめとこうかなと、プロテイン買いたいなでもとか悩んでて、でも買いたいなとか思いながら、まあでもまあゆで卵食べればいいかっていう結論に今日たどり着いたので、明日はゆで卵を食べてから、まあゆで卵かブロッコリーかな、ブロッコリーを食べてちょっと散歩してから朝ごはんにしようと思う。本格的な帽子似合う、嬉しいから、みんなに似合ってってもらったらしい。そうそう、全然できることから。筋肉減ったら足細くなるくね、なんかね、なんだろうな、まあ、本当人によると思うんだけど、私が今あのなんか筋肉くんが言ってたんだけど、パワーの筋肉はっの筋肉くんさんの動画を見てて、まあ、なんかよく筋肉つきやすいからとか言う方がいらっしゃるじゃないですか。でも筋肉っていうのは、まあ、例えばですけれども、筋肉が何割って言ってたかな、筋肉が6割脂肪が4割の足があったとするじゃないですか。あ、これ全然そう、大体こんな感じって感じね。で筋トレをして筋肉が7割になったとして、それで筋トレをして脂肪燃焼をされたおかげで基礎代謝が上がって、こんなこと言ってたかな、ちょこの大体これ、ね、脂肪が減って脂肪が2割とかになったら、それが合計8割になって見た目の細さは8になるみたいな感じで、みたいな感じでなんか分かんないけど、まあ、結局長期的に健康を考えてのダイエットだったら筋トレをするのがいいみたいな結論に私の中でも至った。だから筋トレをするあと例えば、まあ、足を細くしたいから筋肉を落とすってなった時に、足の筋肉、そのなんだろうな、多分じゃあ朝ごはんをその歩く前にタンパク質取らなくていいやってなって朝過激な運動をして筋肉を落としたら、うまく足の筋肉が落ちるかって言ったら足の筋肉は落ちるかもしれないけど、多分他の筋肉も落ちちゃって結果基礎代謝が下がってしまって、そしたら結果太りやすい体質になっちゃうっていう可能性があって、だからタンパク質は大事、パワー筋肉さんで笑っちゃうアナウンサーの動画さん、私も見たわ、 TikTok かな。私卵の白身だけ食べるのね無理かもしれない、あ、生卵じゃなかったら大丈夫か。パワー、宇多田の足には筋肉ある、いやね、あると思って生きてるんだけど実際ねどうなんだろうね。そうだからバランスよく取るのが一番、あのだからね、女の子がやりがちな食事制限、タンパク質を取らない食事制限、食事を取らない食事制限はリバウンドへの確率がとても高いというか、リバウンドへの道、これ以上太りやすい道を辿ってる可能性があるらしくて、辿っている恐れがあるらしくて、なんか最近そういう動画とか見てめっちゃ見てたらさ、ちょっとだけねそういうのに詳しくなった、私がしてるのは、今私がしているのはダイエットではありませんダイエットではありません、ボディメイクですダイエットっていうと結構男性とかだ、なんか特に女性はダイエットについて結構やってる方が多いから、ダイエットしてるんだったらへーってなるけど、男性とかにダイエットしてるんだったら、え、どこを痩せるの、それな痩せる必要ないよって言うんだけど、実際のところ私の体重と
体重自体は体重体脂肪率は平均なんですよ、標準なんですよ。だから多分 BMI とか見てもこれ以上 BMI をあと何個か減らしたら逆にあの保険とかが入れない BMI っていうのがあるらしくて、少ないと。でもまあアイドルさんって正直そういう BMI の方多いと思うんですね。だからまあそこって正直ねもうしょうがない世界だとは思うんですけど、だから私もまあ実際人に見られる仕事をしてて、どんなに数値が標準だとしても太って見られるならそれはもう太ってるっていう風に思っちゃうから、そこは減らさないとは思うんですけど、まあ、実際のところ標準だから、そう実際のところ標準だから変に食事制限をして痩せると将来子供が産めない体になってしまったり健康に被害が起きてしまうかもしれないから、まあ、そこは気をつけたいなっていうのがちょっと自分の中ではあるので、まあ、アイドルとしてはねもっと食事制限とかして健康を考えないとかで食事制限してある程度絞っては理想的な体の細さだわと女の子が理想になるみたいな細さを手に入れることも大切だなと思うんですけども、まあ、私自身がこう見てて自分の体を今出すのは恥ずかしいなって思ってるならそこは鍛えないといけないなと思ったので、そこをキュッてするためにボディメイクですね、ボディメイクを頑張ろうと思います。そうタンパク質はそんな太らないんですよ。タンパク質は爪とか髪とかになるから。でも糖質はかな、糖質でもそうですね、脂質を減らすと痩せやすいのも脂質 1g に対するカロリーがタンパク質とか糖質より全然違うみたいで、タンパク質糖質は 1g とかで4カロリーとかなのかな、 1g だったかね、そうかな、でも脂質は9カロリーくらいあるだから 2、3倍ある、2倍くらいあるんですよね。そう2倍くらいあるから、だから脂質を減らすと痩せやすいって言われてる。でも糖質を取らない方も結構いらっしゃると思うんですけど、ご飯抜きにするとか、糖質を取らないと多分ダイエット上運動をあんましない人、運動をしない人運動をしない人はいいと思うらしい。いいって言うのでもあんま食べれないのはダメだと思うけど、ただ糖質がないと例えばそうエネルギーをなんだろうな、脂質がじゃあ代わりに糖質の代わりをするよってなって、脂質が糖質が本当は果たす役割を脂質がしてしまうから、脂質が例えば果たす役割の例えば筋肉になるとかだったかな、ちょっとあんまそこら辺の詳しいことはあかんないけど、それが脂質結局人手不足になっちゃって筋肉が減るとかになっちゃうから、糖質も適度に取る必要があるみたいっていうのを最近学びました。アイドル卒業してやっと好きなものが食べれる。私そこまで食事制限してないんですよね。そうパフォーマンスにもいい調べるほど深刻、すごいすごくひねくれた考え方ですね違いますよ、調べるほど深刻というよりはあのね、なんだろうな、興味があるというかすごく身近なことじゃないですか。健康って食事って毎日人生の中で毎日あのみんなが触れることだと思うから、そこについてなんかやっぱりこういう食事をとったら太るのかっていうことが気になったので調べたら、ちょっと詳しくなっちゃったんですよね。やっぱね詳しくなっちゃった。いろんなことに興味があるんで詳しくやってみました。そうなんですよ、面白いんですよすごく。そうだってさあのさなんて言うんだろうね、毎日することだよ、毎日することだから、なんか健康をなんかすごく毎日することをいいようにしたいじゃないですかと思ったら詳しくなっちゃいました。先生に詳しくなっちゃった。そう動いてますよちゃんと、みんなの知らないところで。
毎日ちゃんと運動もしてますよっていう自分で言うとすごくダサいじゃないですか。だから、ダサいですよね自分。でも需要はありますよね。なんか自分はめっちゃ詳しくはないけど、そうね、面白いですよね、知ってるだけでね。そう、私も昔はなんか母がね糖質を減らしてたから一緒に糖質を減らしてたんですけど、別に体重あんまし減らなかったんですよ私自身。でもなんかそういうのをちょっとだけでも学んで減らして、あの変えたらちょっと変わったから、あーやっぱりそういうのをね知るの大切だなと思いました。毎日体重測定はしないです私は。毎日すると私なんか数字にとらわれちゃうじゃないですか。で糖質を減らすと体重ってなんかあの私の減らし方ってご飯、夜ご飯減らすくらいだから、夜ご飯ちょっと減らすくらいだったからそんな減らなかったけど、本当に糖質がバーって一気に極端に減らしちゃうと、本当なんか糖質ってなんか水分もなんか体になんか分かんないけど、そう減らしすぐ、まあ、結果が出やすいらしくて、そう結果がね出やすいみたいだから、そういうのになっちゃいそうだなっていうのと、例えばめっちゃ頑張って筋トレとかした後に体重測って減ってなかったらやる気なくなっちゃうから、私はあ今日いけてるな、なんかあなんかちょっと体軽い気がするなって思ったら測るくらい。そうトゥ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 、あれランキングを読んで何分経ったかな、もう1時間経っちゃう、1時間経っちゃうよ。でもそうこういうのって結構アイドルとみんな詳しい。今お昼まで決まりました。なおちょっと明日、そうやなちょっと編集もしたいから明日、ちょっと空気が、糖質カットのケトジェニックって知ってる？知らないですよ。これケトジェニックってそういう難しい単語わかりません。やめて、否定しないで。やめてくれ。実はランキング読んでたんですよ。ちょっと明日はちょっと明るずさん、ありがとう。おはらニュー製品、毎日発酵食品食べてますか？食べてるよ。毎日朝味噌汁飲んでますね。あとは納豆を食べたりとかしてるかな。でも私もまだまだ全然知識は全然ないので、あれ間違ってたなっていうのを気づくこともこれからあると思うし、まあ別にめちゃくちゃそういうの調べる、なんかなんとなく入ってきた情報だよ、なんかめちゃくちゃ勉強してるとか栄養学の本買って勉強してますとかほどではないから、これからもね
徐々に徐々にって感じ。え、なんか聞いたことある。空腹こそ最強の薬。え、なんかさ、それさ、YouTube でさ、フェルミ研究所さんがさ、本紹介してるチャンネルあるじゃないですか。あれでやってなかったっけ？やってたっけ？やってなかったっけ？あれじゃないか。違うかな。うとさん、ありがとう、クッキー。夢の本ですよ。なんか聞いたことあります。読んだことは全くないですけども。明日のご飯何しよっかな。よし、できた。グー、できました。うるさん、ありがとう、クッキー。わった、計画立てたぜ。ということで、計画立てるのにめっちゃ時間がかかってしまいましたが、これにて配信を終わりにしたいと思います。パン、うどさん、ありがかわいい、ありがとう。配信時間は朝の7時45分です。面白いけど、切り抜きあまり見ない方がいいよ。切り抜きって何ですか？切り抜きってあれですか？ YouTube の切り抜きですか？ YouTube の、ん？ YouTube のショールーム切り抜きですか？たらたた、最近 YouTube がね、私何見てるかな？ YouTube 最近何見てるかな？あ、最近何見てるかな。最近ね、あれ帽子光ってる、黒光りの G みたいやろ。パワー見てますね。あとね、マリマリマリーさんって知ってますか？ショートアニメみたいな。パワーはマリマリマリーさんとか、あと積分サークルさん。積分サークルさん面白いんですよね。これがね、キャスケットかな。どちらかというとバケハはこう全365度ツバがあります。パワーはそう、あー緊張する。ナムダミダニタラナムダミダナムアミナムナナ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 ムナム。パワーやん、ああーやんち、数学説、そういうことね。明日ちゃんと起きてみせる。心臓を捧げよう。じゃあおやっと終わります。あ、こんばんは。今来たの？今来たの？とらわれた、あ、やっぱバンされちゃうわ。なんか終わるの寂しいんですけど、寂しいんですけど、くるくる話し相手いなくなっちゃう、寂しい
寒いしの私と話してくれる人がいなくなっちゃう。いや、友達少ない人はね、アイドルになるのおすすめする。だって私こんなに人と話したことないもん。まさくまさん、ありがとうございます。いつもありがとう。こちらこそ。パワー、パチーム4イベント、チーム4イベントね。かぶった、どういうこと、いつなんした。俺のトーク券買ってよ。確かにランキングもう一回読もうかな。ちょっと第2弾ランキングでも読もうか。対バイベントの時私帽子かぶってないよ。嘘、私帽子かぶってた、かぶってないよ。私の話をしてる。それはと自分お自分うん、私帽子かぶってないよ。私じゃなくてズッキーの方、そういうこと。ちょっとアイドルをしてくる。素敵。うずさん、ありがとう。パワー、はっ、はまっちゃった。フォーテイトの歌のドラマの中間発表入ってなかったと思う、自分のは。入ってなかったよね。うん、ズッキーと顔も似てる。そうな、おこがまっていい。のパワーやると思ってんの、頑張りまする、思わせてますね。よし、終わりにしようかな、ランキング読んで。13位、ドヤ忍者さん、ありがとうございます。12位、直樹さん、直樹さん、ありがとうございます。11位、大ちゃんとマーク、 UF 二次元を裏切らないさん、大ちゃんさん、ありがとうございます。10位、スノーさん、ありがとうございます。9位、ヒルギさん、ありがとうございます。8位、シュンゴさん、ありがとうございます。7位、トークの応援団さん、ありがとうございます。6位、スーさん、ありがとうございます。5位、チマさん、ありがとうございます。4位、ノリアトマークリエさん、ノリさん、ありがとうございます。3位、ワサッピさん、ありがとうございます。2位、エースのワンペアトマークリエさん、エースのペアさん、ありがとうございます。ポリ。1位、滝葉月の夢叶えたいさん、滝さん、ありがとうございます。ザラで服買いたい、ザラに行こうかな。筋肉ルールと、あれでしょ、チュッ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 、あんまちょっとわかんないわ、あれは。あんまちょっとわかんない。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。本日の配信は1時間にわたる長期の配信となりましたことを皆様にお詫びと感謝を申し上げます。明日の配信は7時45分 AM 7時45分から始めたいと思います。ご都合の合う皆様は配信をぜひご覧ください。繰り返します、本日は1時間にわたるとてもとても長い配信にお付き合いいただき誠にありがとうございます。お話し会のおすすめの部は7月17日第2部サイン会でございます。皆様、いつ行こうか迷っている方、ぜひとも7月17日2部サイン
回見て、宇多田ハツカが画面の向こうでお待ちしております。お申し込みよろしくお願いいたします。ということでございまして、ほんまにありがとうな、ほんまにほんまにありがとうな、ほんまにありがとうな、ほんまにほんまにありがとうな、ほんまにほんまにありがとうな、ほんまにほんまにほんまにありがとうな、ほんまにほんまにありがとうな、ほんま見てくれてありがとうな、ほんま見てくれてありがとうな、ほんま嬉しいわ、ほんま嬉しい、ほんま知らんけど知らんけど知らんけど、ほんま嬉しいわ、ほんま嬉しいわ、ありがとうな、ほんまありがとう、知らんけど知らんけどな、ほんまありがとう、もう切るけどな、もう切るから、トン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 トトン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 、プロさん今日は来てくれて本当にありがとう。また来てね。7時、明日の8時は7時に行きます。7時45分だよ。また来てね。トン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 。ということでありがとうございました。ブチッとな、ブチッとな、ブチッとな、さよなら、良い夢を見てください。関西弁の元ネタはございません、ございません。